邪魔します、うん、ああ<笑><笑>っっははははははやとちゃあこっそり入っておかすつもりだったんだけどな最近私ルイーのレトロゲームを遊んでいるんだけどとあるボスが倒せないんだ。 楽に倒すには別ステージのボスを倒して手に入る武装が必要なんだけどそのボスも反射武装があってかなり強くてさでそのボスを楽に倒すためには道中で足場が消える鬼畜のステージをクリアしないといけないしかもこのステージを楽に攻略できるには最初に言ってたボスの武装が必要であれこれ無限ループしてるじゃん ダメだ考えるとどつぼにはまっちゃうたまには話題を変えて、私のお話でもしようかな。うーん、そうだね。ここから先は、私の独り言ってことで。私ね、うずめの目が覚めるまでは気が気じゃなかったんだ。一緒に前に出た私が、無理にでもうずめを止めるべきだった。そう思って、すっごく責任を感じていたの。 だけど諦めないネプギアを見て弱気になっている自分がバカバカしく思えたのそれに次元が違ってもネプギアは私の妹だからそうである以上私がリードしなきゃって覚悟を決めたんだよさてとそういうわけでウズメのためにスペシャルネプピタン V2 を作らなきゃねえねえこのあと大きな戦いがあるんだけど それが終わったら私と一緒にプリン食べようねうんそうこなくっちゃというわけで私たちの活躍にこうご期待だよ話を聞いてくれてありがとう